ゆうた、ゆうが、江ノ島にいる女子、シャンプーの使用量半端ない大和、カナタです。今日は何？今日は接吻。本日はですね、キスを題材したロケ企画になっております。ガチムチ。まず確認なんですけれども、まあ、僕たちコムドットは幼馴染系 YouTuber ということで、昔から長い時間を共にしているんですけれども、このメンバー内でお互いキスをしたことがある同士はどこなんだろう。お子さんにはよく見るな。まあこの間 の温泉の企画なんかでもキスしてましたけど、俺はね、男性とキスクソほど嫌なの。バカ嫌いなんだよ。エリーさんタイプってことね。いや俺本当に、ね、殺したくなっちゃうんで、ね、なんかダメなんでしょ。昔からマジそうじゃね俺、でもあるやん。あ、言うたらあれ大丈夫。結構あるんだここは。まあ何回もないけど、ね、そうそう。まあこことここもある。あるあるある。わー、あのアミューズメントパーク行った時じゃない。なんていうアミューズメントパーク。ストロングゼロワンルームっていう。ワンルームアミューズメントパーク。まあ9歳とかの頃だよ。そうそう。まあそんな状況が僕許せない。力を合わせていきたいんですよ、コムドットというチームで、うん、ということで本日の企画、しゃべるのかぶったら即接吻ロケー。全員の唇奪ったるでー。結構知ってたぐらいの出てき方。ガチだるい。俺両方嫌なんだけど、かぶるし俺キス嫌だし。かぶるっていうのはどういうことかと言いますと、やっぱしゃべり始め、まあ、基本的には YouTube の動画でカットしてるんで、まあ、YouTuber の人だったら分かると思うんですけど、こうしゃべるのがかぶるとあんま良くない。テロップも入れづらいし分かりづらいしみたいな。あんま YouTuber としてこうしゃべりがかぶるっていうのは良くないんです。しゃべるタイミングがかぶった2人でキスする。ガチゲボ吐きそう。ルールなんですけれども、鎌倉に来てるんで普通にロケしていきます。で特におごりとかそういうことはない。まあそこは普通にいつものノリで、まあ、じゃんけんしてなんか買ったりとか、まあ、なんか食べたりしていくんですけど、その中で喋り始めが被るのだ。なんかさ、例えばユーマが僕をダラダラ喋るノリやってて、もういいわみたいに突っ込むのは、言っちゃえば被ってはいるけど、これはもう突っ込みなんだ。うん、なるほどね。だからそのもういいわの突っ込みが被っちゃったらこれアウト。偶然がダメってことでしょ。そう。今日もね、審査員はこの鬼審判マネージャーポン君がやってくれるということで、彼ほんと見逃しだけがないんで。メンバー同士のチームを見たいから鬼だよ。素晴らしいぞ、ボンちゃん。俺、ユータと今のチームみたいなガチでやる。素晴らしいぞ、ボンちゃん。お前、したいポジなの？したいです。ちょちょ、したいとかやだ、今日暑いし。え、ちょ、特に誰としたいの？なんかユータ以外男っぽいもん。ユータになんかリアコしてる方とかがなんか結構いるっていう噂聞いたんですけど、なめんなと、うちのユーマ。甘いな。甘いよ、愛情が。動画作ってるからね、ユーマ、普通に。アップル動画みたいな。はい。いや俺も話さないで無言でずっとあのカレーパンとかコロッケとか買う。そうなったらお前抱きかく。お前本当に俺らが嫌だってこと。あ、そうだ、これわざとかぶせるのはありだから、ね、お前必然じゃねえかよそれ。あからさまにわざとだったらボンに審査してもらうけど、なんか喋りそうだなっていうのを見てこう入ってくる。あ、それはね、ロケしていきたいと思います。はいはい。それではやっていきましょう。俺今のゆうたろあいあい結構好きやんて。あい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 。さあ、それではロケ開始しましょうか。開始、行きましょう。お前いつもそんな喋んねえだろ。お前いつも以上に喋んねえ。あっちゃん、お前。いや、こういう時はこそ喋る。確かに。ありえない。ありえない。いや、楽しみだな、鎌倉。鎌倉はやばいよ。ごめん。やばいね。やばいよ。楽しみだね。いや、楽しいね。どこ行きますか。俺とあっちゃん。こっちは嫌じゃないやつなの。嫌なんだけど。いや別に嫌だよ、俺も。俺もあれよ、気分が向いてる時以外はある。あ、ほんとにこれ何もなしだ。てれれ。うわ、もうほんとキモ、お前ら。ガチゲボだよ、これ。ガチゲボ案件だよ。なんでお前は嫌なスタンスなんだよ。開始。仲はいいです。はい。ね、これ地獄じゃねえ。どっちだるい。ね、これ地獄じゃねえ。どっちだるい。お前リードしろ。独特リード。やる気しろ、気しろ。うわー、気持ち悪い。嬉しそうな内容。せーの、開始。仲いいな、俺ら。仲いい。あー、ユータやばい顔。うわー、ユータとすんの初めてなんだけど。人気1、2の。うわー、マジでやだ、マジでやだ。うわー、ゲーム吐きそう、ほんとに。自己肯定感下がって。頑張れ。自己肯定感ね。うわ、やば。うわ。じゃあお前決めて。お前こっちだ。読み合いしてんなよ。はいはいはい。あ、うわ、お前さ、ここつけないで。いや、それはマジそうだよ。せーの、開始。よっしゃ、あとヒューガの俺は制覇やな。お前なんで楽しそうなの。いや、きついよ。まあ、ヒューガが一番誰と嫌なのかっていうのを聞いときたいよね。ヤマト。うわ、おい、まだ鎌倉入
マジでやだ。ねえ、今マジやだ。やがるでしょ。そういうことやればいいのか。ねえ、ねえ、わかんないから、レベル的にどんぐらいきついのかトマトよりやな。うわ、超やばいやん。マジやだ、キモ。お前待ってる待ってる。ねえ、俺待ってる待ってる待ってる。ダメで待ってて待ってて。ヒューがリードしちゃわないとこいつそういうのできないから。いや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 、お前キモいんだよ。ガチやな、やばい。俺ほんと無理なんだよ男。じゃあ女の子にしたい。私女の子なの。ヒューは嫌いタイプじゃないよ。どの男でもやだ。同性が無理なんだよ。うわぁ。人生初めて。もうほんとにやだ。男とキス。じゃあ言うたぐらい。だから2番目だよ。セカンドバージン奪えるよ。パス。どうすればいいの。ちがちあ、じゃあユーマからされるとブチュってされそうだから俺からするわ。じゃあ目つぶって。いい、はい。頑張った。目つぶってされるとキュンってくるものがありますね。もうヒューマンが絶対十分。この動画もういや、ユーマン今日バイブス高えな。このロケ楽なのいいな。ねえ、マジで。お前マジで何だろう。やばいな。お前今日だけは俺本気で行く可能性あるぞ。せーの、開始。ヒューマン君喋らなくなったよ。見てもらっていいですか。ヒューマン君何が。おお、危ねえ、かぶりそうだったわ今。まあ、これであの鎌倉の方入っていけるんで、まあ、あっちがいわゆる大仏とかの方かな。いやいや、ゆうたまに喋んなくなってるやん。喋んないならどう。喋んないならなしにしましょうよ。普段通りぐらいで喋ってくれれば。負けてボンが入ってるわけだ。あ、ね、あ、あ、あ、マジで間違えちゃったんじゃないですか。もちろんだから言わなすぎるから俺が先に入れようと思って、はい、出来心やんお前。おいつねー、今のはお前のせいだよ。まあまあまあ、ヒューガのせいだな。まあ、普通に無理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 とかねえよな。審判ないです。やめやめやめ。ユータなんて言おうとした。いや、ボンが入ってないのはマジで嬉しい、この競技。ねえ、俺かぶせに行くよ、ユータに。どんな価格だよ、お前。ユータだけ打つとか。ありえねえだろ。ここが、あの、ヨガの発祥地と言われてる鶴岡マングじゃ、どっちがリードすんだよ。決めろ。ゆうた、俺座ってる。おい、ちょこんってすんなよ。いや、このさ、企画は結構ゴミだよ。いや、マジゴミ。じゃあ、再生数15万いかなかったら俺首切っていい。需要と供給を完全に把握してるリーダーです。実力が実力とかじゃないでしょ、別に。ほんとキモくない、あいつ。自分はオッケーなんだもん。やだよ、俺、あちゃんと中のめちゃめちゃしてたよ。お前、家で毎日チューンしてたよ、なんか一時期。ほら、もう帰ろう。いや、違いますよ。チャイムが急かしてるんです。いや、ゆっくり流れすぎてる。リリシスやな、ユーマ。このチャイムが鳴ったら、それと同時にお願いします。いや、そんなん無理だよ。それでも止めないもんでしょ、バンジージャンプも。路面実践ですね。もう終わりそう。2番ポイントが入って。ずっと前から。あくそ。うわ、ちょっと待って待って、ちょっと待って待って。あっ腰抜けた。いや、そこならきつくないっすか。ああ、もうマジやだ。というか、ちょっとやっちゃった感があるから待ちなんでしょ。いやあ、まあ、優しい。ホワイトとかしか当てない。まあ、確かにその唇の内側当てちゃうとね。あっちゃんがさっきからちょっとなんか元気ないの。いや、俺もね、嫌だよ。嫌だ。あっちゃんも嫌側らしい。もう、あうんの呼吸みたいなとこだけどね。ああいうのもありだしね、こういう止めるとこ。見出したつもりだったよ、俺は。せーの、開始。もう始まってますか。はい。さっき開始してますけど、ロケということで、ここから食べ物を食べたりだったりとか、まあ、行きたいお店に行ったりとかしていきたいと思います。行っていきましょう。行こう。よし。どうしますか。どこ行きますか。いろんなお店ありますよ。結構いろんなお店あるね。コロッケ食いたい。俺も。みんな。バカ紹介時代だ。はいはいはい。うわー。うわー。臭いやったな。今いらないよそういうの。今あちゃん臭い。臭い。しかもジャンプするぐらい臭い。ついてるよ。あ、臭い。それが嫌だからみんな急いでしてる。ほら。ちょうどハートあるか。じゃあそこでフリマック一緒やねん。ほら、嫌がれ。ああ、じゃあ何かくしてる。ついた。いや、見えてない。うわー、もう時刻だ。おくせ。一番臭いやん、この言い方が。早くして、早くして。見てんのもやだ、見てんのもやだ。うわー、うー、
嬉しくはなかった。うん、いや、それはそのテンションでこの時に行けるの超楽。何が嫌だって、嫌がられるのが嫌だから。ガチで嫌がられるの、肯定感下がる。じゃそれが嫌だから、被りたくないもん、俺こと。なるほどね。なるほどね。自己肯定感下げたくない、俺は。あ、難しい。そういうモチベーションで、何やってるの。回収して顔せよ。おー、いいよ、そういうの。危な、そういうのありだから。うん、回収行きましょう。コロッケ跡とかやだね。ヒカゲソ跡とか、揚げ物はな。アワビ跡とかもやだね。磯の匂い。磯はやばい。磯野くん。磯野くんで被せに来るのやばくね。カツオ兄ちゃん、タラちゃん。かぶってね。かぶった。お互い歩み寄ってパッパッパッチュってしよう。はい、アクション。すごい。お前らすごい。カレーだな。何カレー。トリプルや。そしたら。そういうのはなし。うん、そういうのはなしだよ。ソーセージ食いたくない。あ、わかる。食べよう。店員さんとかぶったら。いやないよ。じゃあ改めて開始しておきたいと思います。開始、こちらね、鎌倉サイダーというね、まあ地ビールみたいなものをいただいたんですけれども、飲んでいきたいと思います。まあ、乾杯はみんなで言うかな。それはありな。行こうか。誰、さっきはキスが嫌なんでしょ。俺自己肯定感下がんないで、早くやりたい。早くやろうよ。お互いウィンウィンや。ナチュラルになって一回。あ、そうかそうか、ちょっとそれそれ。じゃあ、まじ、ゃ、何キスしてどうすんだよ、やめて。あっ、こっち見ないで、で、目つぶって。誰動くない。されるとちょっとドキドキするかもしんない。で、目つぶって、普通にしてて。なんか、恥ずかしいっすね。ガチか、ヒューが勢い余って鼻ぶつけてくるんだよ。開始、乾杯の温度を垂らさせていただきます。参ります。この鎌倉ロケ、楽しくない可能性、これ一切ない。いただきます。いただきます。うまい。うま。まあ、ソーセージもね、これ買ったんで食べていきます。いただきます。いただきます。うまいよ。あ、これ別の味で、別の味だった。もうやめて。ポニョって抜かれてるわ。ごちそうさま。え、もうごちそうさまって言ったさ。熱湯ですよ。熱湯じゃないですよ、言ってたっすよ。許してやろうよ。許さない。許してやれよ。いや、言ってたよね、ヒューは。俺関係ないでしょ。いや、関係終わりでしょ。いや、関係 Nothing too much oh my god father ゴリよいしょ。ゴリしないでしょ。リングリリングリ。あのバカリズムさんで。ごちそうさま。どっちもジャルジャルさんなって言おうとしてたの。ルールがいつまで喋る量減ってるから、マジやな。ありがとうございます。始まってますよ、これ。うん。なんかさ、チキってさ、こう合間見てんのとか気色ね。俺らいつもあうんの呼吸でやってる地元の友達やん。腹減った。うんと腹減った。じゃあ言ってない。最悪やん。お前マジでクソだりやん。お前おいやん、ちょうどなんかこのエモい感じね。あー、無理だ無理だ無理だ。一回あげてみよう。じゃあソーセージがキュポンって出てきそう。うわー、最悪やん。気持ち、ヒューゴが女の子みたいな。音のソノリティみたい。行くよ、みんな、みんないい。はい、みんな行くよ。はい。うまっ。ヒューゴのギャグ奪われた。せーの、開始。ちょっと言いたい。何したん。これ雨降るで。降るかな。いや、雨降るべー、土地つくべー。そのティーバブローさんみたいな関係ないでしょ。うざい。いいでしょ。今のやばかったね。今のやばかったね。そうだよね。リュータと俺。リュータね。あーへへい。クソうぜ顔だな。クソが。